んばんは。お疲れ様です。講演ありがとうございました。今日は今村美月さんの卒業講演だったんですけども、見てくださった皆さんありがとうございました。その話をめちゃくちゃもちろんしたいんだけど、めっちゃしたいんだけど、ちょっと今緊急事態っていうか、なんか本当に全然気づかなかったんですけど、さっき気づいたんですけど、左足の小指の爪が剥がれてなんかなんて言ったらいいんですかね、剥がれて、私小指の爪ちっちゃいんですけど、めっちゃちっちゃいから本当にあってもなくてもぐらいなんですけど、剥がれて、でも端だけ剥がりきれずになんかずっとピラピラしてたんですよ。でなんか足に違和感あるなと思って見たら小指の爪が剥がれてて、でも痛くなかったんですよ。でこれなんとかして取らなきゃ、勝手にちぎれたら絶対痛いって思って、このちっこいこの眉毛バサミでって切ってたんですよっていうね、本当にもうちょっと早めに配信しようかなって思ったんですけど、何気に小指の爪が剥がれてしまって。そうなんです。でもね、痛いって思うじゃん。いや本当にね、見てほしいんだけど、私小指がね本当にちっちゃいから、なんか、ね、親指とかだったら絶対痛いんだけど、小指とかはもうね全然痛さもないというか、無ですねってぐらいちっちゃいんですよ小指。見せたいけど見せれない、足がそんな上がらないから見せれないんだけど、切った爪を1名様に、切った爪あるけど、なんか見せ、なんかちょっと衛生的にやめとこうまあそんな感じでドタバタハプニングもあったんですけども、今日はみちさんのね卒業公演がありまして、見てくれましたかね。現地で見たって方もいるとは思うけど、でも多分落選した人とかもいるのかな。みちさんのねファンの方とかね、すごいたくさんいらっしゃってましたけど、いやーとてもいい卒業公演でしたなんか、なんかねやっぱりこうずっと一緒に公演やってきたから寂しいんだけど、もうみちさんが公演に出ないと思ったら寂しいんですけど、でもちょっと笑顔で送り出せたんかなって思います。くま、ありがとうございます。くまさん、なんかねユニットでは短日植物を一緒に初めてやりました。最初で最後のやらせていただきました。あとなんて言うんですかね、卒業セレモニーブロック、卒業ブロックでは誰かがいつか好きだと言ってくれる日までを選んでいただきまして、やらせていただきました。短日植物尊かった。嘘、でも二人でねなんかやりたいってずっと思ってたんですけど、まさかまさかの卒業公演で二人ユニットができるなんて思ってなかったです。初日やるはずだったんや。そうなんですよね、やるはずだったんですよね
ていうかなんかみちさん最初誰とやる予定だったんかな、なんか相手が決まってなくて、そう初日花大公園の初日の日に探知植物、まあこう歌わりごとにできる子がいっぱいいるわけですよ。で最初なんか誰かとやる予定だったと思うんだけど、それもなくなっちゃって、でそれで回ってきたんですけど、私は初日にやらないと思ってたから急に言われて、いや私ちょっと鼻だれまだ短日ちょっと覚えきれてないんですよって言ったら安否になっててでみつさんに断ったのって言われて、ちょっとその時はちょっと申し訳なさすぎて断ったって言えずに、あのいやなんかいろいろなんかあったらしいですよとか言ってたんですけど、やっとねそっから紆余曲折あり、やっとね最初で最後の探知植物やる夢が叶いました。そうありがとうございました、本当に素敵なセレモニーでしたね。今日は外羽、今日外羽にしました。こんな感じです、シンプルザベスト。みちにチューしたシーンは一生忘れません忘れません、忘れないでください、忘れないでください。いや悲しいな、なんか結構花だれ公園とか公園でいっぱい遊んできたから、うん、もう一緒に公園出ることないのかって思うと寂しいですね。なんか目合わせるところとかいっぱいあったなって思うとね、次はじゃあ池ちゃんかな、同じポジションなので。池ちゃん今日面白かったなんかスタジオ公演が昼にやっててちょっとすれ違ったんですけど、別になんか特に喋ったわけではないけど面白かったあきさんって言われただけなんだけど、まあでも卒業コンサートもね31日にあるので、そっちのコンサートもみんなで盛り上げていきたいと思います、盛り上げます、頑張りますこんばんは、ちなみに今日はねめっちゃ節約できました、今日なんと0円です、今日使ったお金素晴らしい。やっぱやっぱりねお弁当が出る日はね節約できますね。まあまず今日はお昼に起きたので朝ごはんを食べてない、かつお昼集合なのでもう起きてすぐ集合場所に行くんですね。したらまあお弁当があるのでお弁当を食べて、お水もあるのでお水、いや恵まれすぎね、本当に恵まれたお仕事現場すぎる、お弁当とお水を飲んで、で夜もお弁当を持って帰ってお茶もいただいて帰ってきてさっき食べて、なんと食費0円でした今日は、うれぴー。今までだったらその後になんかなんて言うんですかね、コンビニ行ってカフェラテとか買ってたりしたんですけど、今日はコンビニに誘われても行かず、素晴らしい、うん、本当にゾロ円生活です今日は昨日のね昨日のお菓子をねここで節約生活してるので、そう節約中、昨日マイキューがショールームでさ、なんか「おきちゃんお金ないらしいです」って言ったらしくてさ、確かに昨日なんか配信してもう終わるっていう12時前ぐらい
のコメントでチラッとなんかそういうコメントが見たんですよ。でもうこれ絶対マイキューなんか言ったなと思って、マイちゃんに私が節約してること言ったって言ったら、私お金ないって言ったって言ったら、うん、おきちゃん油そば誘ったけどお金ないからって断られたっていう話したよ。違う違う違う、お金ないって言ったらすごい私がもう貧困生活を強いられてる、なんか STU にね、なんかあんまりネガキャンみたいになるから、節約してるって言って、言ったら節約してるって言って言ったら、マイキューが、え、おきちゃんがめっちゃ引き落とされた話してもしたいみたいな、おきちゃんがお金なくなった話めっちゃしたいしたいみたいな、なんかすごい私すごいこの1月と2月ですごいなんかすごい引き落とされたんですよ。でそれをマイキューに言ったら、すごいなんかそれをなんか、みたいな、もうみたいな感じだったんですよ。でそれをずっとショールームで話していて、いやいいわけないじゃんいいわけないじゃんって言って、いいわけないじゃんその話。だから節約してるはいいよって、舞ちゃんのファンに節約してるはいいよってお金ないと言わないでっていう話を今日しました。油そば、そう油そばは断ったんですよ。なんかあと沖前が行く油そば屋さんって高いんですよ。ちょっといや分かんない、他の油そば行ったことないか分かんないけど1200円ぐらいするんですよ。でなんかいろいろトッピングとかしてたら1400円だからちょっと節約で行かないって言ったんですよ。したらそれを配信で話してたらしくて、いやでもめっちゃ美味しいと、美味しいんですよそこの油そばなのでね、今ね節約中でございます。まあしょうがない、物価高いもんね今だから。別になんかご飯屋さんが高いのはもう別に何も思わないけど、しょうがない世の中ですから、私は節約してますよっていうねしょうがない、飲食店が値上げするのはもうしょうがなしよ。そうなんです。なので今日は自分でね、もうお金を抑えられてハッピーハッピーです。最近もう財布をほとんど持ち歩かなくなりました。ペイペイ。節約の目標とかあるの？節約の目標はなんでまず節約をしてるかっていう話、なんかこんな話は長々とするわけではないんですけど、なんで節約をしてるかって言ったら、まず1月と2月に結構な、私の中では自分の中では大きいお金が引き落としされてしまったんですね。でなえたって思ってたら4月にまた結構なお金がかかるんですよ。で今までこう自分の生活を振り返ってみたら、映画1日2本見たりとか、毎日外食だったりとか、毎日コンビニだったりとか、なんかあんま良くないなって思って、もっとこう節約できるところは節約できるんじゃないかって思って、っていうのを2月の後半ぐらいに思ったんですよでよしじゃあ3月から節約しようと思って、今2日目今2日目です、そう最近節約し始めた最新の状況こんな感じですね。
2日目か明日で終わりなわけなわけ、1ヶ月やりますよ私ね。でもね本当にね、なんか自分が自分で自分のこと本当になんかお金の管理ができないんだなってもうつくづく思いますね。なんか本当に思います。たまにさ なんて言うんだろうこう社会人1年目で貯金しましたみたいな、こんだけ貯金しましたみたいな、なんかいるじゃないですか SNS とかに。私も本当にねすごいなって思いますもん。私はあればもうその月に使っちゃうタイプだから本当に良くないんですけど、あればもうその月に使っちゃうので、めっちゃねなんか節約と貯金ができる人すごいなって思います。本当にそうなりたいです。私もなんかいつ自分が死ぬか分かんないからいつ自分でね明日とかには死んでるんかなと思ったら、その貯金って本当に必要って思っちゃうから、いやそうなんですよね。でもこんな考えだと多分私あの本当にお金がなくなった瞬間にあのね生きていけなくなりそうなので、ちょっとそろそろ考えを改めて、その日暮らしをやめてねちょっとアリとキリギリスならアリの方になろうかなと思います。ということでちょっと3月の配信ではちょっとねあの1日どれだけ節約できたかをあのここでご報告してるわけです。はい、キリギリス人歌いましょう。いやこの間歌ったんですよ、ノーシーブスさんのねキリギリス人は歌って、めちゃくちゃ歌詞に共感したんだけど、ちょっと今月はアリになろうってアリになろうって思います。今日は0円です。すごい素晴らしい。オキちゃんにペイペイ送りたいなんかお話し会でね、オキちゃん卒業したらあれショールームでなんだっけバーコード決済の QR コードを見せなよって言われて、本当にね、そのファンの人私もびっくりした。どれだけ悪魔みたいな考えが思いつかで私ですらそんな思わなかったよ、悪魔だねって言ったら、なんかいい考えでしょって言われた。いや私はさすがにねそこまでじゃないですよ。皆さん私にどんなイメージを抱いてるのかわからないですけど、さすがにしませんよ、うん、びっくりしたやりそうって思われてるのかな、やりそうって思われてるのかな、違いますよ欲しいものリスト公開しそう、めっちゃ言われる、欲しいものリスト公開しそうって、そんなにそんなにかね、しないの、いやしないですね言われる言われる、本当に言われる。思ってない、ありがとうございます。実際やったらそれで生活できそう。いやそうなんや、私のファンの人さなんかおかしい人多いからさ、おかしい人多いからね、なんかお話し会とかでもね、あマジで洗濯機買いたくなったら本当に言ってみたいな、もうなんか孫で言われるんですよ、本当にマジで洗濯機欲しくなったら本当に言って、言わないよ言わないよ、怖いよ、そのもう目がマジなんですよ、
本当に譲るめてみたいな言わないよ、もっとなんか可愛いもん言ってよぬいぐるみとかなんで洗濯機よねそうなんです。あ、今日はね、あとお手紙とプレゼント、今日事務所行ったんで取り行ってきました。ありがとうございます。まだ手紙読んでないんですけど、配信終わったら読みますタワーマンションって書いといたら、タワーマンタワーマンのなんか2階ぐらいに住みたいな3階とか2階ぐらい、ちょっとタワーマンのタワーの部分だったらちょっと地震があった時怖いので2階とか3階ぐらいにしようかなフフ意味ないか、エレベーターが近いところで住もうかなフフなので、あの、はい、よろしくお願いしますフ近いうち手術するから3月のイベント行けない。へえ、頑張ってね。応援してます。角部屋とか気にしないの？あんま気にしたことない。前住んでたとこ角部屋だった。角部屋は角部屋で、うん、いいところはあるよ。あんま気にしないですね。セキュリティがいい物件で確かに今一番なんだろう、こうお部屋を見てて一番重要視してるのはやっぱオートロックとあのインターホン付きの、なんていうんですかね、あれ呼び出しマンホンみたいな、重要視してます柿ソテー作りながら見てるどういうことやねん、お腹空いてきたセキュリティ大事ですね。なんかあんまり広さとかを気にしたことがなくて、なんか広ければ広いほどいいかなって思ってたけど、なんか前住んでたとこが結構広くて部屋がね2人で住んでて、それが1人になったからっていうのもあるんですけど、めっちゃ広かったんですよ部屋が、しウォークインクローゼットもめっちゃ広くてみたいな。そしたらなんかこんなに部屋は広いのに自分のなんかパーソナルスペース生活圏はめっちゃ狭いってことに気づいて、なんかあんまり意味ないなってちょっと思い始めた。今は結構お洋服とかね、お話し会とかすごいいっぱいあるから、こう服がめちゃくちゃ増えていく、まあ自分が好きなのもあるけど服がどんどん増えていくから、まあ服のために部屋を確保してるって感じなんですけど、なんか卒業したら多分そんなにね
多分服買わなくなるんじゃないかなって思ってるから、うん、なんかこじんまり暮らしたい。なんか無駄のないように暮らしたいですね。TikTok ってね、部屋をね探すの好きなんですけど、なんかいろんな人のルームツアーを見るのすごい好きなんですけど、なんかねめっちゃおしゃれな畳の部屋に住んでる女の人がいて、なんか逆に古いのが流行ってるっていうかレトロなのがちょっといいなって思った。でもちょっと私は絶対畳に住んだらカビを絶対生やしてしまうので、あの見るだけしかできないんだけど、ちょっとね調べてほしい。ちょっと なんて名前の人か忘れたけど、すっごいおしゃれな畳に住んでるね女性がいらっしゃるんですよ。もうめちゃくちゃおしゃれなレースと畳みたいな、こう相反するものを組み合わせてるおしゃれ部屋みたいなのを見つけて、めっちゃ可愛いやんとか思ってたんだけど、畳好きですね。でもうちも実家に和室があるんですけど、和室で過ごすの好きだった結構。うん、自分の部屋よりも和室が好きだったな。そうそう、そんな感じでね、でも今は部屋探しが結構やってますね。畳をカビさせる人は洋室でも部屋の裏にカビを、家具の裏にカビを生やしそう。いやもうキノコ生え始めたらもういよいよですね。そのキノコ売って生きてこよう、生きていこう。さすがにそこまでじゃないと思いたいけど。おキノコ、おキノコ、キノコのこのこ元気の子。売りたいと思います。何の話、急に世界観が。ペット飼わないの。いや飼いたいけどね、うん、ペット飼いたいけど、ちょっとしばらくはいいかな。でも本当にいつかは絶対に犬か猫を飼いたいですね。うん、目標は猫も候補、猫も候補です。猫飼いたいです。いや本当に多分 STU 続けてたら多分広島でペット可能のマンションに引っ越して猫飼ってたと思う、うん、ぐらい本当にペット飼いたいですね。犬派じゃない。犬大好きだけど、でも猫も大好きです。どんな猫がいいの？難しい。太った猫がいいですね。そんなになんか種類とかは別に気にしたことないんだけど。
なんで、まあ、個人的な目標は30歳から35歳ぐらいまでの間にペットを飼いたいですね。個人的目標です。ちょっと20代は犬とか猫と将来暮らせるように頑張って働きたいと思います。チンチラかわいい、わかる。チンチラもわかる。チンチラとモルモット、ハムスター、迷った。ウサギそこら辺は本当に迷いました。かわいいよね。でもまあやっぱり憧れは犬猫ですね。今まで何か飼ったことありますか？ハムスターですかね。ハムスターはでも寿命が短いんですぐ死にますね。3年生きてないな。2年ぐらいかな。ジャンガリアンっていう種類だったんで、私が飼ってたのはジャンガリアンは寿命がめっちゃ短いですね。いやでも可愛いですよ。なんかあんまり懐くとかはないけど、別に人間を嫌うわけでもないんで、こう部屋をこう散歩させたらなんかその辺走り回って、たまにここら辺まで登ってなんか勝手に帰っていくみたいな、なんか気ままな、なんだろう、だから犬ぐらいこうご主人様って感じじゃないけど、なんかおうこんにちは人間みたいな感じで距離感ですね。可愛かったですね。癒しでした。なのでね、動物やっぱ好きだなって思いますね、私は。飼いたいです。癒し。ポコにみんな癒された。あ、本当に。確かにね、皆さんすごいポコをね、ポコみたいな感じで、今度そのペット霊園でなんかあるんですよ、そのポコを埋葬してくださった、埋葬火葬してくださった霊園さんからお手紙来てて、今度なんかそのまあ合同火葬なんですけど、その時亡くなったペットちゃんたちにお祈りを捧げるやつが、なんで行かなきゃなって思って、ちゃんとお坊さんが来てくれるんですよ。すごいですよね、優しい。なんで行っていきたいと思います。改名とかつけたりする、これ改名って読むんですかね、死んだ後につける名前ですか。つけてないですね。ポコノスケとかそういう感じですかね。改名か、つけてないですねペットにつけたりするんですかね。自分でつけていいんですかね。まあ自分でつけたらね、ポコノスケひまわり大好き太郎とかにしようかな。
名前やっぱ長ければ長いほど良さそう。お坊さんがつけるのか。なんか生きてる間につけてもいいらしいね、戒名って。なんか自分が死んだ後につけてもらうのもいいけど、気になるな。なんか死んだらね、わかんないじゃないですか、自分の戒名。知りたい。1回30万。え、そうなんだ。でも気になるかも。どんな名前つけられるんだろう。なんか亡くなった人の戒名は黒で書くけど、生きてる人の戒名は赤で書くみたいな、なんかどっかで見たことある気がします。沖ノ塚桃子、沖ノ塚桃子は戒名じゃないねん、芸名だから。今後する、あの、私が STU 卒業した後に始める名前が沖ノ塚桃子だから、あの、戒名じゃないですね。はい、芸名です。5万しか払わなくて戒名1文字だった人がバズってた。5万円で1文字なんや、気になる、その1文字。気になる。それでも成立するんだね。なんかもっとこう長ければ長くないとダメなのかなって思っちゃうけど、ありなんや。だったら何でもありだな。今年の漢字一文字みたいで気になるね。去年の漢字、今年の、去年の今年の漢字いまだに覚えてますね。ぜ、逆に陽明があったり、陽明って読むのかな、あるよね、陽明って、あの戦国武将とかが、あのちっちゃい時の竹千代みたいな、なんか名前ですよね。大人になったら変わるみたいな、子供の時はこの名前みたいなやつ、陽明、戒名、陽明。え、なんだろう、なんだろうってか、ないんだけど。ないんだけど、あったらなんだろう。思い、全然思い浮かばないや。大喜利みたいになりそう。でも今考えたところで意味はあるのだろうか。おき吉とか、虎吉、おき、むきちゃん大喜利得意じゃん。いや、ちょっと厳しいかも。ちょっとあの公園で疲れてるから、あのちょっと陽明パッて出てこないわ。ちょっと今日調子悪いですね。ちょっともうちょっと調子いい時にチャレンジしてみよう。優香の蚊を仮にして、ゆうかにして、いや、ちょっとやめとこう。大人になったら本物になりましたとかできるかなと思ったけど、やめとこう、やめとこう。本当に多分意味のない話をしてますね。
今日さ、まあ私さこちゃんといつも楽屋の席近いんですよ。ゲバントホールでライブする時ってだいたいさこちゃんがいつも隣にいるんですね。で、最近さこちゃんが SNS に小説あげてて、なんだっけ、なんか熊図書館みたいなハッシュタグだったんですけど、ちょっとなんだっけ、ちょっとハッシュタグは忘れたんですけど、瀬戸内の妹をイメージしたなんか小説を書いてたんですよ。私あれ読んだんですよ、この間載せてたやつ。そしたらなんか新しい解釈、瀬戸内の妹で、瀬戸内の妹って歌詞見てもらったら、なんか妹が結婚してそれを祝福するお兄ちゃんのね歌詞なんですよね。なんだけど、さこちゃんが書いた瀬戸内の妹はなんと妹に恋をしている実のお兄ちゃんっていうの禁断系で、でもその思いを妹には伝えずに結婚おめでとうっていう小説だったんですよ。私はそれを読んだ時にこういう解釈をしたことがなかったって思って、で今日はちょっとその気持ちで歌ってみたんですけど、瀬戸内の妹をその気持ちで歌ってみたんですけど、なんかめちゃくちゃね、なんかこう今までとは違う気持ちで歌えますよなんか聞いてたらね、もう悲しいし悔しいけど、でもまあ妹の幸せを祈っておめでとうっていう、すごいもうね、とてもとても新境地でした今日は今日は新境地でした、いやでもなんか曲のね、解釈なんて100通りありますから、100人いれば、今歌ってほしい。じゃあそれを思って聞いてみてくださいね。皆さん目をつむってください今から。で、あのこの曲の、まあ、さこちゃんの解釈バージョンね。この曲の主人公は、妹のいるお兄ちゃんで、ずっと妹に報われない恋心を抱いていたけど、でもそれを言わずに、一回も妹には打ち明けずに、で妹から結婚しますと言われておめでとうと送り出す瀬戸内の妹です。はい、聞いてください。さこちゃんバージョンで瀬戸内の妹。瀬戸内の妹よ、幸せになるんだよ、そう声をかけただけで涙にじんでくる。瀬戸内の妹よ、ふるさとはここにある。今日の日の夕焼けをずっと忘れるな。はい、ここ、この今日の日の夕焼けをずっと忘れるな。ここは私は今まではお兄ちゃんが妹にここがふるさとだからこの夕焼けを辛い時は思い出してって思ってたんですよ。でもこれをさこ解釈で歌うと、この妹に結婚打ち明けられた日の自分の思いの、その時に見た夕焼けを忘れるなっていう自分への、自分に、妹に言うんじゃなくて自分に言ってる歌詞になるんですよ。これが私的には結構いいって思いましてさこ解釈とてもいい。全然ね、変わるというかね、なんか同じ曲でも全然、ね、変わるんですよね。夕焼けをずっと忘れるな、瀬戸内の花嫁よ、幸せいい人に出会えたな。
今日からは二人きり力合わせるんだ。お兄ちゃんの前で、あ、妹の前ではこうね、いい感じにね、幸せになるんだよって言っておきながら、自分はやっぱりこうどんな思いで夕焼けを見ていたんでしょうかっていう、個人的にはねすごいね、いい、なんか新しい、新しい気持ちで歌えるサコバージョンでしたね新しくていいですね。サコちゃんはなんでそんな解釈をしたんだろう。いや、なんでなんだろう、すごいよね。でもあんまりなかなかこう思わないっていうか、考えつかないから、今度からねちょっとサコちゃんバージョンで瀬戸内の妹歌ってみたいと思いますリアルに妹がいる兄としては禁断系な気持ちにはどうしてもならない。そうだよね、私は妹がしかいないから、こうお兄ちゃんとか弟がいたことないんだけど、私でもね、あの禁断系の作品では、あの僕は妹に恋をするって、あのめっちゃ前に流行った、本当に平成の、私が小学生ぐらいの時に読んでた、でも多分もっと前の作品があるんですけど、多分映画化とかいろいろメディアにはなってるんだけど、それがすごい好きで、もう大変なのよね、お兄ちゃんがね妹に恋をしてて、妹はそんな気なかったんやけど、こう妹に伝えて、で妹もその禁断の恋に落ちてって、でも最終的にはちょっと両親のちょっとあのいろいろあり、血がつながってなかったみたいな、実際には血がつながってなかったけどみたいな、だからそういう系の話だったんやけど、私なぜかそれをお母さんに面白い漫画ありますかって聞かれて、でなんか思いつかなかったんですよ、お母さんの好きそうな漫画わからんって思って。私は結構アニメ系とかのちょオタク寄りの方が好きだから、お母さんそういうオタク系じゃないからわからんって思って、僕は妹に恋をする泣けるよって言ったんですよ。そしたら見てみるって言って、お母さんお兄ちゃんいるんですよ、リアルお兄ちゃんが、で、あ、やば、お母さんお兄ちゃんいたわって思ったんだけど、しばらくして連絡が来て、そしたらめちゃくちゃ面白かったです、でもお母さんにはお兄ちゃんがいるのでちょっと共感はできなかったですって言ったあ、やっぱそうかなんか作品としては面白かったけど、自分に置き換えたらそんな風にはならなかったって言ってたね。まあやっぱりね、リアルにいるとやっぱ違いますよね。敬語でやり取りしてるの、なんか LINE 敬語になりがち。そうそうそう、まあ、だからこそそういうジャンルが流行るんだろうね、なんかファンタジー見出すというか、なのかなと思いますけど、どうなんだろうあ、でも昔好きでしたね、私として実妹いなくてよかった。確かになんかラノベとかねえ、めっちゃ妹いっぱい出てくるもんな、かわいいかわいかったりブラコンだったりツンデレだったり、だからいろんな属性の妹が、私も妹いるけど、もう妹なんてほんとね、今はね喧嘩なんて全然しないですけど、ほんとに
私は年子だったのでよりもう喧嘩ばっかりですよ、うん、あんまり妹属性燃えないけど、逆に自分は妹がいたから逆にお兄ちゃんへの憧れがめっちゃあります。多分お兄ちゃんがいる人はそんな風に思わないかもしれないけど、お兄ちゃんめっちゃ憧れがあります。だから友達のお兄ちゃんがなんかめっちゃ妹に優しいイメージがあって、こう年が離れてたからかな、なんか車で送り迎えとか、なんかお兄ちゃんにその私服選んでもらうとか言ってて、なんて素敵なお兄ちゃんなんだって。そこがその兄弟が普通に仲良しだっただけかな、年が離れてるからかな、わかんないけど、なんかそれでお兄ちゃんの憧れがすごいあります。弟はいらない。弟なんだろう、なんか妹がいるからな、なんかもう下はいらないかもいらないってあれだけど、下はいいかも、上の憧れがありますね。お姉ちゃんかお兄ちゃんかな、なんか下はもう妹でいっぱい、もうあの妹はうちの妹だけで十分うちの妹一人いたら十分ですね、うん、お兄ちゃん欲しいな、うん、すごいね、たまにコメントとかでね、今全部無視してたんだけど、お兄ちゃんって呼んでいいよって、違う、そういうお兄ちゃんじゃないんです。下心のあるお兄ちゃんはいりません。もっとこう本当にリアルお兄ちゃんが欲しかったです。リアル、うん、違いましたね。多分皆さんは私が妹だったら多分なんかもうコスプレとかしてよみたいなちょっとすごいあの偏見でコスプレしてよって言った、コスプレして、あ、俺の妹が可愛すぎるってやりそう ある日突然実はお兄ちゃんなんだよって出てきたら、いやどうだろう、信じれないけどね、もしかしたら生き別れのお兄ちゃんとかいてもおかしくないですもんね。でもなんか兄弟よりもドッペルゲンガーっていうか、自分と同じ顔の人に会ってみたいような会ってみたくないような、うん、気持ち、だって血つながってなくてさ、本当に赤の他人で同じ顔がいるって怖すぎるよね。怖いというかなんかもうどうしようって感じ。3人会ったらね死ぬって言うしね、なんでそんなね、なんでそんな迷信っていうかそういう風に言われてるのか分かんないけど、なんでのもっとさショックなことってあるじゃないですか、こう死に値するぐらいのショックなことって、なんで同じ顔の人3人に会ったら死ぬのかみたいな、そして死ぬのは自分なのか、あ相手の相手なのかみたいな、怖い、生き残りたい、分かんないよね、両方死ぬわけじゃないよね多分、どっちかが、3人がさ同時にあったらさ自分以外の2人は多分、いや分からん、怖い、やめとこ、怖すぎるこういう話怖い
でもどうなんだろう、なんか赤の他人とか本当なのか、もっともめっちゃご先祖様一緒とかじゃないのかね。私のドッペルゲンガーでもいつか会ってみたいですドッペルゲンガーって別に血縁者は省いてるでしょ。DNA、 いやいつか似たような、ね、ドッペルゲンガーの人とちょっと出会ってみたいですね。寒い寒い。あ、骨が鳴っちゃった。タイムリープしてみたい。タイムリープ、タイムリープってなんだっけ、同じ時間を巻き戻すのがタイムリープでしたっけ、時をかける少女みたいな。タイムリープか。なんか繰り返し、なんかどうなんだろう、あんまり思わないかも。まやり直したいけど、やり直したいけど、やり直したいなって思う選択もあるけど、だったらもうなんか1からもうゼロからやりました、ね、転生とかしたい新しい人生にしたいかも。もうなんかゲームもニューゲーム派、どっちかって言ったらなんか途中でなんかうわーこれやり直しとけばよかったって時はもうなんか途中からセーブデータ始めるんじゃなくてニューデータ、転生派ですね。リセットする、人生リセットボタンポチーかな。異世界転生あんまり異世界には興味ないんだよな。日本で生まれ直したいですね。ハリーポッターの世界とか行きたいかも。まあ異世界転生みたいな感じか。行くならばハリーポッターの世界ですね。明日のお話会仕事で行けなくなった。アリアン、またお待ちしてます。魔法を使ってみたい。イエス魔法使い。魔法のある世界行ってみたいですね。でもどうなんだろう、なんかそういうさ、こう生まれ持った能力、いや、まあ、魔法がなくても一緒なんかな。なんかそういう能力とかをさ与えられたらさ、なんか落ちこぼれとかになったりするのかな。いやでもそんな今の人生でも一緒だもんね。なんかしらの元々のステータスみたいなあるけど、どうなんだろう。魔法使いになりたいです空飛びたい、空飛びたい。なんかね、新しい人生
確かに夢ありますね。ちょっと待っててくださいね。お待たせしました。お水飲んできました。でもお水なくなっちゃった。ちょっといやなんかちょっと喉がってなった。失礼しました。復活復活。お茶飲んできました。ってなってました。乾燥しちゃうね。本当にね、気をつけましょう。最近その喉もうってなりがち、8割みたいな。よいしょ。よし。よし、治りました。今日なんかバスツアーあったんですね。タイムライン見て、あ、今日だったんだと思って、あるのは知ってたけど、なんか誰の見たっけな、多分なっちゃんとかゆきりから辺を見たんですけど、タイムラインで。いいですね、バスツアー。どこ行ったんだろう。なんかキティちゃんみたいなのをみんなが乗してるのは見たんですけど、ねえ楽しそう。淡路か、淡路島。淡路島私行ったことないんですよね。あるかな、なんかほぼない気がする。楽しそう。淡路島の玉ねぎいいな。淡路島行きたいな。今日メンバー見て楽しそうやなって思いました。最近バスツアー多めよね。この間サーヤンたちが富士急行ってたりとか。楽しそう、いいな。淡路島いいところ、行ってみたいです。ちょっと STU 卒業するまでに淡路島でお仕事したいですね。ドラさんバスツアーね、ドラさんバスツアー楽しかったですね。何したっけな、もうなんか何したか覚えてないんだけどなんか楽しかったのは覚えてる。綺麗な景色いっぱい見て、あれ何気に STU 初バスツアーな気がする。行きたかった。またねやりたいね。来てください、その時は。卒業後でもバスツアーしていい。バスツアーね、いいね、楽しそうやね。参加費70万円ぐらいにするね。じゃあよろしくお願いします。バクタカ70万円ぐらい。
どんなツアーに、いやほんとね、なんかこの間 SNS でさ、なんかなんだっけ、バスツアーに参加したら60万円儲けた話みたいなやつがあってさ、なんじゃこりゃって思って見てたんですよね。猫ミームの動画だったんだけどさね、だからそのアイドルのファンの人が作ってる猫ミームだったんだけど、結構面白くて、なんかその人はね、なんか好きなアイドルのバスツアーが多分7万円とかだったのかな、申し込みが。でもそれを70万円って勘違いしたんだって。で70万円か、でも行きたいって思って100万円ぐらい貯めたらしいんですよ。でずっとずっと70万だと思ってやってたら、こう参加が決まって入金の日に70万じゃないことに気づいたらしくて、ちょっと値段は違うかもしれないんだけど、それで気持ち的にめちゃくちゃ儲けたっていう、なんかハッピーならいいけどなかなか面白い勘違い。確かになんか自分で稼いだことには変わりないけど、その人が努力したことには変わりないけどね、なくなると思ってたね、結構莫大なお金がなくなんなかったら儲けてはないけど確かに気持ち的には嬉しいよなって思いました。気持ち的にちょっとじわじわ、それをちょっとね、あの見たので、あの70万って言いました逆じゃなくてよかった。いやほんとね、逆だったらよりあの絶望感が、なんかそれですごいのは、見間違えたこともすごいけど、70万円のバスツアーもあるかもってなるぐらいの本当に多分素晴らしい推し面かつ行こうとしてねえ、お金を集めるのはすごいなって思いましたいやなんかね、勘違いでよかったけど、すごいなって思いましたねちょっと面白かったやつ、貯めたこともすごいね、貯めれるのがすごいよ、本当にすごいと思う、うん、高えじゃなくて稼がなきゃってのがすごい、いやねえ、割とねえ暴動を起こされるぐらいな70万とかだったらすごいなって思いました、うん、私もじゃ あの参加費100万円のバスツアー、いや100万円の何かを計画して何人来るかチャレンジしてみよう。私はもう多分0人だと思う、うん、で徐々に減らしていって、第30歳半ぐらいで1500円ぐらいになってる30歳半ぐらいで1500円、参加費に変えたいと思います。寂しいこと言ってる。いやでもバスツアーいいですね今日なんか
すごい楽しかったみたいなメンバーがつぶやいてたから、またしたいですね私も。よいしょよいしょ。明日お話し会だ。そういえば明日お話し会だ。お待ちしてます。オンラインですけど何着ようかな、何着ようかな、迷う楽しみ、私は楽しみです。待ってます。初めての話し会参加。嘘、まだね何着るか決めてないんですよ。待ってます。明日もゼロ円生活できるかもコスプレでないの、コスプレな、お話し会ではしないかも。するとしたらショールームかな。うん、お話し会、まあ、特にオンラインはね、何がしんどいってね、楽屋にコスプレとしているのが結構しんどい、うん、いやね結構断捨離しちゃったんだよね。もう2個ぐらいしか残ってない。メイドとナースしか残ってないかも。あと赤ずきんちゃんぐらいかな。それ以外断捨離しちゃった。もういやだってもういやもう私金やろさすがにって思って、卒業した後これ着るって思って迷いに迷ってあの厳選して、さようならしました。シスターもうないの。あ、シスターある。シスターあれ、シスターかメイドかと思ってたけど、シスターはある。シスターは可愛いから残しといた誰かにあげようかなと思って、うんうん、そうなんです。私のね、あのこの年を重ねれば重ねるほどこう心がすり減ってくんですよ勘弁してください。なん、あんま何も思ってなかったんですけど、ちょっとね何かが減ってくるんですよね。うわっ、ちょっときついかもってちょっときついかも、私あんま似合ってないかもってなる。なので多分するとしてもちょっとあのメンタルがあの高い時に何で心は足せるの。いやなんかもうもはやなんかあのリコチとかが着てたあの枝豆のコスプレとかしたいかも。だからああいう系だったら多分なんか心のなんか何かが増えてきそう。メンタルが補充されそう。でも別にファンの人は私にそういうのを求めてないから今までやってこなかったけど、なんか今だとそういうのを着ることによってチャージできそう。あ、恐竜、あのトリケラトプスだっけ
なんかああいうのとか ああいうのとか期待ですね。猫ミーム、そう猫ミームのコスプレとかあればいいけどないわね。なんでちょっと最近はコスプレあんまりやってないですね。ショールームぐらいね、こう生身の人に会わなかったらできるかも。なんかね、ちょっとお話し会はね、メンバーが外国屋とかでいるとね、ちょっと心がすり切るから、私こんなに可愛い子たちの前でコスプレを披露してる、グググググってなるから、ちょっとショールームとかやったらいいかも。なんでまた、多分最後に1回ぐらいはやると思う、コスプレ配信は。1回ぐらいはやると思います。またじゃあやるときは告知しますね。幼稚園児やってた、幼稚園児もだって多分3年前ぐらいよ。周りにいる子みんな可愛いって環境はすごいよね。だって街歩いててさ、あの人可愛いって思ったらメンバーやもんね。なんか逆もあるけど、あの人めっちゃジャージに帽子やなって人もメンバーだったりするけど、なんか後ろ姿とか、この人可愛いなって思ったらメンバーだったりするから、すごいなんかバグる。可愛いのなんか基準がバグる。沖ちゃんはどっち？いやー、どっちもあると思うけど、私は普通にジャージとかすっぴんでも本通りとか歩いちゃうから。なんかこれね、他県の人が多いらしい。なんか広島のメンバーはなんか歩かないって言ってた。なんかそのすっぴんでジャージで本通りなんて歩けないって言ってて、で私とかそういう他県のメンバーは本通りがだから、どれだけなんかなんて言うんですかね、こう人が多分友達とかに出くわさないから、おしゃれしていく概念がなさすぎて、そのままレッスン着とかで行っちゃう。のかなって思いましたね。確かになんか若い人たちとかみんなメイクしておしゃれして歩いてるイメージだから、自分はもうまず知り合いに会うことがないリアル友達みたいなのに会うことがないから、でもそういう時に限ってなんか街頭インタビューみたいなの言われるから、もうちょっとメイクしてる時に言ってほしいって思う。今じゃない、今じゃないって。リアルじゃない友達に会うの、メンバーですね、メンバーはめちゃくちゃ会います。あと3分ぐらいしたら壇上読みたいと思います。もういつの間にか11時52分だ、早い。うん。あと3分したら壇上読みます。
お茶飲もう、ちょっと失礼します。ゲハゲハ。お茶を飲ませていただきました。早いね、明日お話し会だしね。もうちょっとしたお決まり声もあるし、楽しいこといっぱいだ。こんばんは、こんばんは。来週ね、来週か、練習しよう。明日も、明日かな、お話し会終わったらお決まりで深夜練習だから、ファン配信ないかも、ショールーム配信。明日は深夜練習なんだ。来週お決まり行きます。おお、待ってます。お話し会よろしく、待ってます。二人でやるよ、だから多分ない。やりたいけど多分やらなさそう。バンキッシュのドラさん何やるの、いや分かんない、多分トークイベントだと思う。グッズの詳細出てる、まだ出てないんですけど、とてもいいです。待っててください。じゃあそろそろ壇上の方を読みたいと思います。小さいから読みますね。13位チャッピーさん、12位師匠さん、11位セルジュルタンスさん、10位ジェリーさん、9位セバンポ3、8位ジュンちゃん、7位スギッポさん、6位マッカさん、5位虫男さん、4位が B さんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がテリーポーさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さんありがとうございました。明日はオンラインお話し会ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてまあ例にも昨日と同じく、この配信が終わったらインスタグラムにいいねするので、よかったらコメントパトロールし始めるので、まだの方は今のうちにコメントしてくださると見てます。今日さ、あかりんさんにさ、ストーリー撮りましょうって言ったらさ、うんいいよって、ええそれ、えインスタしたったんって言われて、えインスタ してますよって、いつからって言われて、もうちょっとで1ヶ月になりますよって言ったら、みたいな、あかりんさんインスタ全然やらないから気づかなかったって言われて、そうだから、あの宣伝してくれてた、今日ストーリーでおきちゃんがインスタ始めましたってもう始めて1ヶ月ぐらい経つけど、フォローしてねってストーリーで書いててくれてたから、まあ許そうかりんさんもね、あの気づいてくれたので、まだ気づいてない STU ファンの人はぜひインスタフォローよろしくお願いしますうん、優しい。あかりんさんが泣いてるの今日初めて見た、私。キャプテン、副キャプテンの絆ですね。もうちょっとしたら終わりの時間が近づいてきてる。ね、なんかあかりんさんってこう、自分のモットーが多分あのファンの人の前で泣かないだから、
珍しいって思って泣いてるのめちゃくちゃ珍しいなって思いましたね。まあ泣いちゃうよねそりゃね。うん、いい公演だったからな。うん、今日はクッキーとかブラウニー買わなかったの。今日はねメンバーにコンビニ誘われたけど断ったよ。今日はね節約しようと思って断ったよ。自分すごいって思った。断れる意思があるんやってクッキー買った。おお。ぜひおすすめなんでぜひぜひ。やばい、もうちょっとしたら終わりだ。ありがとうございました。私はこの配信が終わった瞬間コンタクトバーって取ってメイクバーって落としてすぐ寝ます。皆さんもね早めに寝ましょう。まあもう寝る準備してんのか私の配信が終わるまで起きてるだけか。じゃあちょっとね早く寝ないとですね。すいませんね今日夜更かし。お付き合いくださってありがとうございます。ということでそろそろ終わりの時間がやってきました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。また明日お話し会でお話ししましょう。バイバーイ。ありがとうございました。Thank you。のしのし。これでもね意外にね12時超えてからもね30秒ぐらいはいけるからね。おはよう。今日ですね待ってます